ーパーマリオブラザーズワールド1の3。うわ、マジで1の3っぽいで、ね、チャンスある。前回のミンバトで1の3でズタボロはい、どうもピューキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。前回のミンバトからそんなに時間経ってないんですけどね。いや、前回のミンバトがめちゃくちゃ楽しくて、もう一回やっていこうかなと思います。プンプンを1体倒したからゴール。 Choose your own adventure。これはもうワープブロック入るしかないね。もうプンプンが1体すぐおる感じかな。いや違うね、アイテム取っていこう。絶対重要になると思うよここ。いやプンプンでしょ、行ってくれ。もう行っていいよ。危ない。いや、あれはプンプンか、あれはプンプンだからちょっと無視しとっていいと思うんだよね。なんでここはナイスキノピコ。いや待って、右、よし。でこのまま当たっていきたかったけど、いや待って、これはちょっとルイージ邪魔しないで。うわし、ギリギリで、ここは下行こう。どんどん右に行こっか。そしたら、いやこっちはあれ、キノピコどうやって行ったんだろう。ルイージ何持ってんのそれ、ルイージそれくんない。ちょっと、なるほど、このドッスに乗っていけってか。大丈夫ルイージ、一緒に行こう。オッケーオッケーオッケー。でプンプンいるね。あ、これはブンブンか。このブンブンをこっから倒して鍵がゲットできる感じかな。そして上に出てくる。いやきっとそんな感じだね。あ、待って、バネちゃん、待って、ちょっとブンブン、ちょっと何やってるブンブン。いやこれバネな、ひどくないこれ。え、バネ置いたらこんなんなんの。いやちょっと戻れないんだけど。いや待って、お疲れ様でしたじゃないって。マリー、マリー待って、誰、あつきと申します。あつき、あつき助けて、誰かこれをやべえなんだこれは、誰か助けてよ、頼むって。ルイージ、あなたの仕業でしょうこれは。いやマジでどうかなんないのこれ。一旦やられよう。あ、こうやっていけばいいのか、よかったよかった。あぶねえ、もういや絶対られたとか。で、あのアツキからゴール条件を奪い取ればいい感じでしょう。アツキ、アツキだ。あ、ルイージだね今。ルイージ、ルイージ待て。あ、いや今までずっとマリオメーカーやってましたけど、ブンブンをバネで挟むと復活しないっていうのは初めて知ったね。いやめちゃくちゃ面白いもんが見れてね、よかったなって思うんですけど。さあここは金魚に気をつけていこう。私金魚と結構ね、あの仲がいいんですけど、もうトロールやりまくってますからね。金魚は避けるのは結構得意なんですよね、みんな知ってるでしょ私の金魚避け。ここはそろそろアイテム出てほしい。うわコインか、このバトルでコイン、いやいける、ナイス。でフラワー取っていこう。今の見た、連打、連打得意なんだ。うわ待って、うわこれさ、今のどっからゴールしたの、それずるくない、上からは。最弱の赤タイ、あ、たい焼き、たい焼き知り合いかもしんない、あのキノピオ。いやワンチャンあるよ、キノピオだったね。こっち来てくれる、マリオの方来て、キノピオこっち向いて挨拶してくれよ、知り合いじゃないのたい焼き確か知ってると思ったんだけどな。あら、うわたい焼き外役じゃない、たい焼き、たい焼き外役だった。大丈夫たい焼き、いや大丈夫だね。いやこれで正当なレースの始まりやね。僕は緑、はい、オッケー。いやこういうの得け、横スクは負けませんよ。はい、で下でトゥルルテッテティでジャンプ、いや早すぎ、はい。でここでちょっとジャンプするのがミソ、よし。いやキノピオマジ速そうだね、よし。でジャンプで右、やった、これは勝った見た、見ましたか私のうまさを、これみんな認めてくれるでしょう。で右、大丈夫、やったぜ私も赤タイ以上の強さを持ってるんだよね。いやありがてえみんな。そういえば最近ね、なんかホラーゲームをしてくださいっていうコメントがね、まあそんなに多いわけじゃないんですけど、たまにあるんだよね。いや僕ホラーゲームね嫌いではないんですけど、やっぱ相当なビビりで、まあ皆さんのね想像している通り多分ね超うるさいと思うんですよね。だからね多分しない方がいいかなと思うんですけど、ここはドアに入る、こっち、いや私はドアの方入るよ。うわー危ねー、でジャンプして右に行こう、ルイージが行ってるからね多分大丈夫。よし！え？うわキノコめっちゃあるね。キノコとりあえず取っていこうか。やっぱこんなにあったらさ。でここなんかね右に行って
気あるんじゃないのかな。ていうかこれ何、めっちゃ光ってるよね、これ何めっちゃ光ってたからちょっと期待したやんか。右にブロック壊してなんかこうゴールがあるみたいな、ちゅうかここ浅いけどありすぎじゃない。あ、これなんか問題になってるね。キノコ足す、いや待って、考えさせろよもうちょっとうわ見て見て、ピオキングいる。うわ、初めましてじゃない、ひし形ピオキングって。いや絶対知り合いでしょ。頼む、挨拶してきて、私キノピオですよ。うわははは、運んでってあげる私が。大丈夫、信じてマリー、大丈夫だからね。よし、オッケー、はい、頼む。いやなんで今助けたやんか、違うんだって優しすぎるマリオ、優しすぎ。マリオ今度私を連れてってね、ありがてこれですよ、これがピオキングのあのチャンネル違うんだけど、いやめっちゃうまいねマリオ。そっか、そういうチョビちゃんをすればいいのか。いやうまい、いやめちゃくちゃうまいね。キノピコやられて、頼むこれを。やった、一人はいなくなったね、弟いなくなった。いやマジ気にしないで、本当に、いや本当に動画見て、300なんちゃらかんちゃらスーパーマリオのままゴール、これは大事だね。このキノコ、あのキラーからねなんか出てきて踏んでいくみたいな感じだと思うんですけど、しかもこれ取ったところで投げられるかもしんないんだよな。いやちょっとラグすぎでしょこれ、やばいでしょこれ、ルイージの上にみんないるんだけど、これラグすぎて、あれだね、スタートってなる前にスタートになる感じでしょきっと。もし直ったと思ったらこれだよ、もう誰かマリオを倒せ。よし、マリオを倒すんだオッケー、よし行け。あ違った、キノピオを見てた。あ、キラー出てこないの。あ来た来た来た、ここで踏んでいく、よしうまいね、ラグいでも関係ないよ。でここで回転ジャンプか、多分ね下パックンのところ行って回転ジャンプで行く感じだと思うんですけど、ここさ当たったらあれじゃない、このスピンが溶けるよね。そうなった時が一番痛いんだよな。お来た、1人、いやなんかみんなやられてるね、なんで2人やられてる。ルイージはルイージ自分だって、だからキノピコはどこ行った、後ろにいるから、あ後ろにいるね、っていうことはみんな後ろじゃん。うわこれ勝ったね、もうゲスキングを超えてもう煽りキングになろうかなバリバリ煽ってやろうかな、ゴール前でうーみたいないやでもあれか、これゴール前で煽ったところであのみんなゴールできるからね、多分ゴール待ちしてくれてるっていうイメージでね捉えられるかもしんないね。じゃあ結構差があるんでちょっとゆっくり行こう。そしてラグいからね、まあ、たまにあのカットかますかもしれない。じゃあうわこマジでね、急にラグかったりラグくなかったりするからさ、操作ミスが起きそう。ここラグいでドクロコースターはきついな。いやでも行きますよ、大丈夫、いける、ラグさを味方につけよう。これでゆっくり前が見れるってもんだね。お、治った治った、よしちょっと治ったよ、来た。ごめんこれみんな待てないでしょきっと。ギリギリ狙ってみる、ギリギリ狙ってみるけど落ちないようにするね自分が。ここでゴール待ちできたら神じゃない、いきます。ここがさっきバトルで当たったさ、ひし形ピオキングっていう方いたじゃん、今ねツイッターでフォローされたんですよちょっと DM 送っていい、あのさっきの動画化するよって。てか思うんだけどさ、みんなスキンで言ったら何のスキンが一番好き？いやシャレじゃないよ別に待ってここは引っかかる。いや僕ねこの3のスキン多分2番目ぐらいに好きなんじゃないかなと思って1番じゃないんかいみたいな。これ投げよね、投げましょう、こういうとこですよ。おりゃ、うわ投げようと思ったんだけどな、いや多分マリオ感づいたかな今、こいつ投げるやつだみたいな。でここは右下に降りて中間ポイントね、ジャンプ、いやこれはまずいね、どうしよう。ここはアイテム取って突っ切る感じかな、それかスターかなんか出る、いや多分違うね、多分この土管だね、土管に入っていく、多分それで合ってる。いやマリオかわいそうだな、中間ポイント取ってなかったのか。っていうことはここはもう僕のあれじゃない、完全勝利的な感じじゃない。いや後ろにあの青いの来てるね、あの青いのに抜かれんようにしなきゃいけないね。多分ここでゴールかな、スカイランドチャプター1。うわ楽しそう、こういうのいいね、自力で行く感じのね、わかるそのテクニックがもの言う感じ、多分そういう感じでしょ。おっ
よし、とりあえず2番手だね。うわ、投げてやった。どうしよう、一旦僕ファイヤー取っていくね。ここ多分これいると思うんだよね。あ、そして左か、これ正規ルートじゃない。多分右があの正規ルートだと思ったんですけど、多分こっちが合ってる感じだね。さあ、ここはなんでファイアシュートわかんないってすら、いや、みんな引っかかる、絶対あれみんな引っかかるから安心して、絶対みんな引っかかってこっちに戻ってくるよ。あ、え、キノピオ行ってんの、やば、うわ、くや、いや負けねえ、絶対してくると思ったこのルイージうわー、どうしよう、ドッスンいないのかな。あ、もしかしたら一旦こっち行って、そう、そして戻ったらある。よし、ルイージサンキュー、君のおかげでわかった。パウたくさん、確かにたくさんあるね。これは連打で、そう、連打でこうやってしていくしかないんだよ。うお、やば、これは一番上の人が、いや、マリオ、じゃあ、くそ、マリオ抜かれたな、おりゃ、よし、マリオバカめ、マリオ、マリオ、ごめん、ルイージ。え、待って、ミルクパンって昔リスナーさんだったんだけど、赤タイとかそんなんじゃなかったよね、絶対違うと思うんだけど。あの、マリーでしょ。で、私キノピオなんで、キノピコなんで、ほら絶対来ると思った。運んでってくれる、いや、うまいもんね、ミルクパンちゃん。よし、頼んだ、君に任した。どうしようもないね、今のは。いや、もう一回いけるかな、ごめんなさい、大丈夫だってね、大丈夫。あ、これもどうしようもないね、やり直しよっか、みんなで待って、投げんなってルイージ。いや、ルイージ出たね、外役だよ、あのルイージ多分外役だね。僕も一回スタートから、違う、みんなでやり直ししませんか、送っておくんですけど。あ、どうかしたらいけるかもしんないね、ミルクパンちゃん。これいや、見て、ほら、多分ドッスンの方に届くと思って担いでくれてるんだよね。そう、いや、惜しい惜しい、ミルクパンちゃん、これどうかしていけないのかな、ちょっと試してみていい。じゃあ、ルイージが邪魔くせやべえ、ミルクパンちゃん、ちょっと助けて、倒せ、みんなで、こいつの、みんなの力で、このルイージを倒そうぜ。よし、私に任せなさい。はっ、はい、ダメだこのルイージを倒しまくろうぜ、やろう、このルイージをやれ。負けたワンキル、このルイージだけには負けたくないね、マジで。よし、任せよう、僕より絶対うまいミルクパンちゃんに任せた大丈夫、いいんだって、これ乗っていけないかな、いや、いけないか、いや、行っていいよ、行け、そのまま僕の代わりにゴールしてくれ、行くんだ。いや、これいけんじゃないの、ほら、あ、いけるね、いや、ワンチャンある、ワンチャンある、いや、このあれに負けないようにしよう、このキラーたちに。よし、いや、逃げろ、ドッスンが、ドッスンが、あと20秒、よし、勝負しよう、真っ向に勝負しようじゃないか、それでも持ってってくれんのか優しすぎないか、この子は。いや、大丈夫、いける、君ならいける。よし、で、ここで走って、その先にね、中間ポイントがあった。いや、もうここまで、あら、僕だけ、今回のコース名、雷の呼吸1の方、霹靂一閃だったっけ、なんかそんな感じで書いてたんですけど、僕誰だったっけ。キノピオね、うん、青いのね、これはボム兵が右上いるんですけど、爆発するね、うわ、さっきすごいね、今日なんかバトリオコース少ないね、あんまりない気がするんですけどね。まあ、こういうね、普通のレースっぽい、レースっていうか通常のステージっぽいコースもね、めちゃくちゃね、楽しいんですけど。うわ、待てよし、なんか邪魔した気分だね。いや、待って、これちょっとひどくない？これひどいよ、どうしよう、いや、もうどうしようもないやん、もう負け確定やん、ここ、いや、絶対無理だよね、こんなの。あ、土管から行けるよ。え、なにこの土管、左下なんかあるんだけど、いらねえ超いらねえ、うわ、これはひどい、もうどうしようもないやん、これ最強やん、このブラッパー、もうこれはギブアップするしかないね。よし、そろそろゲスキングになろうかな。皆さん、長らくお待たせしました、このステージでゲスキングになってね、終わりたいと思います。じゃあ
この動画が良ければもう本当に最後にする。絶対ここで勝って終わる。あのゲスキングになってでもいい、もう絶対勝って終わる。よっしゃ、オッケー、これ上から行こう、抜く、よし、ここは上、うまいうまい、ほっ、本気出そう、そろそろ。よし、待って、ここはやったね絶対勝った、これマジ勝ったよ、オッケーいつも取られちゃうからね、この辺で待っておこう。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。